一番教室で笑顔を振り向いてくれた人の成績発表します。振りまいてくれたし、なんと最高点は菅原さんですね。見たい？菅原さんの最高点8点でした。じゃあ次の岡部君の成績を。岡部君は教室を一生懸命明るく楽しくしてくれました。成績を発表します。9点でした。その次、いつもノートで字をきれいに書いてくれて見やすいノートを書いてくれた伊藤さんの成績を発表します。7点です。いつも一生懸命真面目にやってくれてふざけたりしないで教室の雰囲気を良くしてくれたね、大場さんの成績を発表します。9点でした。同じやん。もう一つ10点。いつも清潔なパンツを履いて教室の雰囲気もきれいにしてくれて、うんちをついてないパンツを履いてくれた人がいます。成績を発表します。森田君4点でした。まずいな、この成績な。この成績が低いということはパンツにうんちがついてるってことになりますね。違う、そうなくて、ね、欠席してばっかりだから仕方ないじゃんね。休んでばっかり。そこで問題、じゃあパッと見てわかるかどうか。いいね、パッと見てしか。ないよ。いや、だから後で聞くから。いい、じゃあ聞くけど、キーさんとダイダイさんとピンクさんと青さんと緑さんが、うん、いい、いい、みかん、あ、リンゴを食べました。何個食べたか見せますので、パッと見て答えてください。いいね。1、2、森田君、怒っちゃった？パンツの話で怒った？怒らねえな。この人と僕とはね、もうね、何年の付き合いだもんな。5年なんだ。1、2の、見た？はい。黄色が8。いや、一番たくさんリンゴを食べた人は誰でしょう？はい、大場さん。どこかが聞いてる。誰？キーさん？一人だけ、一人だけ。誰？青かな。青かな、そんな行かないダメよ、伊藤さん。黄緑だと思う。黄緑さん、うん、じゃあ見せるよ、もう一回見せるからよく見てないよ。体乗り出してみたら、1、2の見た？あ、わかった。じゃあ僕は今度違うもん。一番少なかったのは誰でしょう？誰？はい、菅原さん。オレンジ。オレンジさん？よく見てたね、オレンジさん。というふうに、数字だと分かりにくいでしょう。ところが今度はこれでいきましょう。これだって非常に分かりやすいから。いいね。今のを先生は丸で書きました。いい？誰が一番いい？リンゴをたくさん食べたでしょう。はい。もう分かったでしょ？うん。どうして分かったでしょう、これ。はい、伊藤さん。数が多い。そうだな。で、一番少ないのは青。そうすると、こういうふうに書いた方が分かりやすいか、こういうふうに書いた方が分かりやすいかってことなの。じゃあ聞くよ。こっちだと思う人はおへそが曲がってる人。こっちだと思う人はおへそがしっかりとついてる人ですね。じゃあ聞きます。こっちだと思う人。こっちだと思う人。はい、やっぱこっちだね、これね。じゃあ第2問、今度は、書きにします。キーさん、ダイダイさん、赤さん、青さん、緑さん、誰が一番柿をたくさん食べたかパッと言ってくる。まだ分かるわけねえだろ、お前。分かるか？1、2の、でもさ、あこべ、あの丸いやつ見てみろ、あれ。はい、はい、なんで、誰？岡部。はい、赤。違うね、赤じゃないね。よく見てなさいよ、あんた。じゃあ、見ろ。な、僕何言ってない、見ろとは言ってないもん。1、2の。あ、ユーフォじゃない、あれ。おったまに、ごめん。森田君。
青？はい。青が一番多い？はい。はい、黄色。それに意見分かれるでしょ？じゃあ今度グラフでいきます。グラフで。いいね。グラフというのは目に見える、形で表したもののグラフという意味。1、2の一番多いのは誰だ？黄色。一番少ないのは？オレンジ。さあ、数字で書いた方が分かりやすいと思う人？こっちで手を挙げた人はお尻をぶたできます。じゃあこういうふうにグラフで書いた方が見やすいと思う人。そろしい。なんか誘導してるみたいだけどな。そこで魚さんが泳いでます。さあ一番多いのは？緑。一番少ないのは？ピンク。というふうにして、まあ君たちはすぐわかるけども、これじゃわかりにくいんで集まってって言ったの。そしたらあ緑さんと青さんとピンクさんが。飴玉みたいなのか。ね。飴玉。飴玉。飴玉じゃない魚なの。ね、ところがここから先ちょっと色を間違えたんだけど、で青さんが並んで緑さんが並んで一番多いのは青、一番少ないのはピンク。もっとしっかりとマスに並べてみました。こうすると分かりやすいね。一番多いのは青、一番少ないのはピンク。こうしてグラフというものが生まれました。さあこれがグラフです。これは棒のようになってますから棒フラとは言いません。なんて言うんでしょう。棒グラフ。なんだって？棒グラフ。なんでって漏れた。僕ら一番長いのはどうですか？ピンク。一番短いのは？黄色。え？緑。一番長いのは？ピンク。一番長いのは？黄色。一番短いのは？ピンク。さあそこでその読みやすくするために数字を入れました。0、1、2、3、4、5、6。黄色はいくつですか？4。ピンクは3。緑は6。青は5。青は5。黄色は4。黄色は4。ピンクは8。緑は6。一番短いのは青。よし。さあこのグラフはどこかおかしいです。分かった。伊藤さんどこがおかしいでしょう。横の太さが全部揃っています。その通り、素晴らしい。これはね、どこが違うかというとね、この人はちょっとメタボリー全部この人ちょっと、いいえ全部痩せた方が一番熱い人。そういう風にすると見にくいです。それからこのグラフさん見てごらん。上の方が太くて下が細い。頭のでっかち。それはいかん。そういう風になるとこれ見にくい。ここはまずい。じゃあ次のグラフ。このグラフはどこが悪いでしょう。はい、くにゃくにゃ。はい、おばさん。はい、少しくねくねです。その通り、これは棒じゃありません。海藻グラフと言います。海の草のようですから海藻グラフ。海藻グラフ。海藻グラフでもいい。海苔グラフ。魚さんは喜びますが人間は喜びません。このグラフはどこがおかしいでしょう。そんなに笑うんだら菅原さん。なんか下とついてないから。そう、地面についてないな、これな。例からスタートしなきゃいけない。このグラフはどこがおかしいでしょう。はい、これ。そう、はい、はい、どこ？これ分かるから。分かった。よーく見てごらん。分かった。どこ？森田。左の数字。左が何？数字が0、1、2、4、5、10、20。数字がめちゃめちゃです。これじゃいけません。そこで、これがまあ名前つけてこの伊藤さん。大場さん、森田くん、これが菅原さんで岡部くん。みんなのお手伝いの回数を調べました。一番たくさんお手伝いをしているのは誰ですか。なんだよ俺。森田くん。素晴らしい。君は一番お手伝いをしているのは誰ですか。菅原さん。何でなんとは。あ、そう。じゃあ今度は1日でトイレに行く回数を調べてみて。1日に一番たくさんトイレに行く人は誰でしょう。大場さん。なんと40回も行く。で、伊藤さんと菅原さんは20回な。年を取ってね、60歳になるとね、1日に100回ぐらい行きます。夜中にも10回ぐらいトイレ行きます。やばいよ、やばいよ。じゃあ今度はこの棒グラフ。林先生のこと好きだと言った人の回数です。
一番林先生のこと好きだって言った人は誰でしょう。伊藤さん。伊藤さんですね。よ、一日に8回も言いました。でも その度に林先生はまずいんだよ、僕には女房も子供もいるからって断ったんだけどな。でも林先生一番嫌ってるのは誰だ。森田だ。あんた2回しか言ってないじゃない。なんかダメよ、もっとはっきり言わなきゃ。いいね。なんだこりゃ。次はこれは一日に 何分勉強したかを調べてみます。なんで俺が読むんだよ。すごい多い。おお、伊藤さんは15分勉強しました。なんで10分よ。なんで10分なの。森田君は何分だ。20分してないよ。あ、おばさん、おばさん10分ですよ、あなた。おばさんですよ。森田君は20分。お、菅原さんは10分。なんと岡部君、あなたは5分しか勉強してない。ダメじゃん。ところはね、このグラフというところで注意しなくちゃいけないことは一つあるんですよ。この数字なんです。これ見てくださいよ。これはね、0、1、2、3、4、5で、これは何飛びなの。これ1飛び。1飛びってことは、この青はいくつなの。これ7。ピンクは5。黄色は3。同じグラフだけど、ここの数字が変わってくると中身と数字も変わってきますね。じゃあここ5飛びにしましたね。ということはこの青はいくつになる。35。ピンクは25。黄色は15。そういうことなの。だからこの数字が大事なのね。じゃあこれ0からここが10なの。ってことは何飛びなんでしょう。2飛び。ってことは青はいくつ。12、14。正解。何だって。14。ピンクは10。黄色は8。8じゃないぞ。これ何。6。じゃあ今度これ0、200、400、600。100飛びですね。じゃあこの青はいくでしょう。これ600。よ、ここだもん。800じゃないもん。700。じゃあ100、200、300、400、500、600、700。じゃあこのピンクは500。じゃあ黄色は200。さあ、そこでグラフを書くときの書き方を説明します。グラフを書くときには紙が必要ですね、岡部君。はい。それから大事なのはこのメモリです。メモリは同じ間隔で同じ幅で書くのがコツです。広くしたり太くしたりしてはいけません。これが同じ幅、縦の幅もみんな同じにします。これが来るとグラフがね、くるな林先生のような顔になりますから。そして次にメモリが大事です。メモリを最初にしっかりと取っておきます。0、1、2、3、4、5、6、7。これをしっかり取っておかなくちゃいけません。そうしてここまでできたら、家で言えば基礎ができたわけですね。基礎、土台できたら、初めてこういうふうにグラフを書きます。グラフの大きさは幅はみんな同じにしてください。0からスタートします。そして棒ですから、この間を開けてください。棒グラフだから。いい？あくさん、あの紙をみんなに一枚ずつあげて、あのコピーしたの。それではこれから皆さんに棒グラフ書きコンテストというのをいたします。一番上書き写した、書き写すだけですの。簡単なゲームです。いや、それが上手か下手かっていうだけ。そう、上手か、とっても上手かというでいいですよ。じゃあ左と同じように右へ書き写してください。で、後でコンテストします。森田君、破壊しないよ。ではやってください。もう一回よ。これと同じようにこちらへ全部きれいに書き写してください。そして誰が一番きれいか。きれいだったらどうなの。きれいだったらお母さんが洗濯しなくてもいいですから助かりますね、岡部君。うんちがついてる人は汚く書いてください。なんかそこかな。ああ、そうかね、君。あんた正直なことだね、岡部君。どうしよう。ね。